返事は合宿で聞かせて。どうしよう。到着。荷物下ろすよ。寒い。お腹空いた。バスの中でずっと食ってなかったか。ここが七瀬くん家の別荘。皆さん、いらっしゃい。出た、七瀬シスターズ、眩しい。女の子はこっち、2階よ。お姉さん、わ、部屋豪華。ベッド天蓋付きだよ。お姫様みたい。露天風呂ある。天国。あ、星を見ながら入れる。キャー、嬉しい。あかりちゃん、七瀬くん、俺と付き合ったらずっとこんな生活できるよ。結婚して最高。料理は何が出るのかしら。二人には言ってないよ。でも七瀬くん、ありがとう。天文部じゃないのに琴ちゃんまで参加させてくれて。あかりちゃんのためだよ。え、俺はこの合宿で全力であかりちゃんを喜ばせたいんだ。あかりちゃんの彼氏になりたいから。この間の告白、本気だからね。二ほどき終わったらこの後どうするんだ。あ、ま、もういないけど。気まずい。私にとっては七瀬くんは大事な仲間だし、冷たくするのはなんか。でも千秋くん、今のどう思った？さすが皇帝、まだ走れる。この後の活動どうすんだ。いいじゃん、のんびりしようよ。あかりちゃん、この後何すんの？千秋くん切れてるよ。考えてなかった。この合宿、私どんな態度でいれば。雪遊びでもする。うわ、千秋くんスノボうまー。かっこいい。ゲレンデマジック。七瀬くんもスキー様になってる。エマ先輩かわいい。琴ちゃん美しい。あかりちゃんもおいでよ。一緒に滑。エクソシスト。ああ、あかりちゃん、一旦板外そう。足ひねっちゃうかもだから。ごめん、初心者で。まず転び方からやろう。ね、危ないから。はい、お手をどうぞ。